本日着用されているジュエリーの気に入っていらっしゃる点やつけてみられた感想についてお願いいたします。正面カメラの方でお願いいたします。はい、そうですね、今回クラッシュドカルティをつけさせていただいてるんですけど、シンプルでありながらもちょっと個性的な異化学的なデザインで、すごくそれに合わせてシンプルなドレスにもしてみたんですけど、ちょっと強さもあってとても気に入ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。今回の結び展はカルティエと日本、そしてカルティエ現代美術財団と日本のアーティストという2つの絆を紐解いた展覧会となっています。今田様が大切になさっている絆について教えてください。そうですね、私も自分が大切にしている絆って何だろうなといろいろ考えたんですけど、もちろん家族だったりお友達だったり普段お世話になっている方々との絆はもちろんなんですけど、普段こう何でしょう、撮影だったりでこうその時に初めてお会いする方々と何か作品を作り上げたりだとか、もちろんドラマだったり作品はもう少し長いですけど、その時の皆さんとのこの絆を持ってこう集中してガッとこう作品作りをするっていうのはとてもすごくすごい瞬間だなと思いながら、大切にしたい絆だなと思ってます。ありがとうございます。最後の質問です。展覧会を先にご覧いただいたとのことですが、ぜひ感想をお願いいたします。そうですね、もうとにかくキラキラしてました。もう目が眩しくて圧倒されながらも、日本の歴史だったり実際カルティエさんから見られたこの日本だったり、そういう色味とかデザインとか、なんかそういうのはあまり知る機会がなかったので、今回拝見させていただけてとてもありがたかったです。はい、よりもっとなんかそういう目線からの日本を知りたいなと思うようになりました。ありがとうございました。続きましてスチール撮影お願いいたします。どうぞ右手の方にお進みください。ありがとうございます。